はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、また陶器を買ってきましたね。陶器、その前に前回ご紹介したね、これ何かわかります？これね、カジカジサトウキビだったかな。もうね、破壊されてね、こんな感じになってますね。最初のうちはね、ちょっとかじる程度だったんですけど、気づいたらね、もうこんななってましたね。もう無残な形になってますけど、まあ割とね、遊んでくれたんじゃないかななんて思っておりますけど。はい、それで本日はですね、こちらをご紹介します。はい、こちらとこちら、それで、あとね、こちらもご紹介しますよ。はい、この3つを買ってきましたね。1つはね、上のやつは素焼きハウスのキノコですね。これホームセンターで買ったんですけど、税込み624円ですね。はい、こちら素焼きのね、キノコハウスね。はい、こちらがね、ペンギンですね。陶器のペンギンハウス。こちらはね、三幸さんのやつですね。三幸さんはね、このサメとペンギンの2つだったかな。まだあるのかもしれませんけどね、これしか売ってなかったんで買ってきましたね。お手入れしやすい陶器製でね、底なし構造って書いてますね。はい、こんな感じで、こちらちょっと高いんですよね。753円ですね、税込み。はい、最後にね、陶器ハウスのサメ、陶器製の可愛いモチーフハウスって書いてありますね。これね、サメお手入れしやすい、ちょっと焼けちゃったかな。こちらがいくらだん、こちらが税込み753円ですね。一緒かな、ペンギンと。ではね、これを早速ね、開けてみましょうか。まずはキノコからやってみようかな。キノコ、これね、割とね、Amazon とかでレビューで見るとね、人気が高いみたいですよ、これね。おい、まあ可愛らしいですからね、形もね。上から出れるかな、どうだ。はい、次ペンギン行ってみましょうか。ペンギン割れ物注意ですね。よいしょ。あ、これも可愛らしいですね、ペンギン。はい、それでは最後にサメですね。サメ、お、あ、いいな。サメ。はい、この3つをね、購入してきましたよ。左の2つが陶器製でね、一番右が素焼き。あと、夏のね、暑さ対策にはなるとは思うんですけど。前回ね、以前紹介したこちらね、コスプレハウスよりはね、かなりね、入り口が大きいんで、ゴールデンでも行けると思いますね。はい、これだけでは入ってくれないんで、今日はね、こちらを与えましょう。霜降り、はい、お肉を入れましょうね。お肉を、やっぱ持ってちゃう。おい、君、こっち見、わさわさ、ああ、ペンギンですね、ペンギン。
また後ろ向いてな、これこっち見て、こっちこっち、よしよし、そうそうそう、あまり可愛くないですね、正面向いてくれないとね。ああ、おばやが始まる。もう一回入れましょうか。はい。お、次のお客さんはサメだな。サメに入りましたよ、サメ。みんな後ろ向くんだよな、こっち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 。ああ、そうそうそう。ああ、可愛くない。別に可愛くないですね、これね。まあ、この3つはね、コスプレハウスじゃないんでね、可愛さをね、求めちゃいけないのかもしれませんけど、お、いいね、いいね、君。お肉はどうだい、久しぶりに。昔お肉を与えた記憶があるんですけどね、最近じゃめっきり与えてなかったんでね、久しぶりですね。お肉、お肉いっぱい食べてよ。取れちゃうよ。それでこの肉をご紹介しますね。お肉、今与えてるお肉はね、こちらですね。こちらハムスターリスのカットビーフですね。手に持って食べやすいキューブタイプ。ハムスターやリスにも動物性タンパク質をって書いてありますね。これをね、与えてるんですよね。成分表はね、こんな感じになっております。税込み213円でございました。サメがね、やっぱ一番なんか可愛らしいですよね。ペンギンもいいんですけどね、いまいち上向いてるんでね、顔が分かんないです。キノコもどうだろう、上から出てこれば可愛いような気がしますけど。それでまあ以前から持ってたんですけどね、こちらもね人気ありましたよ。こちらごめんよ、ごめんね。こちらね、どんぐりですね、どんぐり。これも素焼きのはずなんですね、素焼き。はいはいはい、中で食べて。素焼きだからね、爪研ぎにもなるんでしょうかね、これ。上から入れるんですよ、これ。上からね。こう入った入った。キノコも入れるけど、ちょっと高さがあるんでね、入れないかもしれないですね、ロボちゃんでは。どれが人気かな。どれも一緒かな。一緒かな。どんぐりの方はね、また値段調べてね、出してきますね。はい、といったわけで本日はですね、陶器製のペンギンとサメ、素焼きのキノコハウスとどんぐりハウスかな、これね、この4つをご紹介しました。またね、ケージの隅にでも置いとけば多分使用してくれるとは思うんですけど。はい、といったわけで本日のね、動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画もよろしくお願いいたします。
それではさよなら、さよなら、さようなら。